あと、あ、来た来た来た。いかん、文字歌ってる。あれ、今いつ？ おはようございます。自動無料延長オン、無料延長オン。ん？でかいわ、声が。お、虫、虫。あ、そっか、今ここ会議。会議は私はそんなにニコニコに飲み込んでるわけではなくて、私はニコニコあくまでも自転車旅行の楽しさを皆さんに伝えるための単なる手段、オンリー手段。今ここ今出します。人数私入れて3人です。待機中。あ、いった、よし、3名様です。これで、これで今ここ行ったはずです。おはようございます。あ、ライコさんおはようございます。カメラの向き上下またおかしかったら調整しますんで教えてください。ブルースリーで、あれ見えるかな、あそこの、ここは富士吉田、下吉田かな、下吉田駅の近くなんで、目の前に富士山がいます。いや、全然寒くないです。日向にいると暑いです。ちなみにさっきあの 日焼け止め買って塗りました、ローソンで。そういえば富士山まだ真っ白なんですよね。お、いらっしゃいませ。よし、今日は何か説明することあったかな。そうそうそう、まだステマって流行ってんのか。はい、あ、そうか、天気そうですよね。今朝まであの大丈夫かなと思ったんですけど、このパソコンは7万ぐらいじゃなかったかな。Z、 あ、リエさんかな。ホイールが新しいの。ほら、ここ見えますか、あのクロスライドっていう、このクロスライドってあれですね、あの居酒屋さんで昔風のフォント、昔風のなんか店名書いてある看板みたいな、高等屋敷とかそういう、そうそうそう、あんな感じの宝刀屋敷っぽい感じのクロスライドで、これがですね、このあ、やっぱ俺ちょっと下向いてるな、何だかな、 このきしめんスポークは痛い、この輪行の時に手に持つと痛いです、このスポークは。軽い、いや全然軽くないですよ。このシュワルベマラソンっていう重いタイヤと合わせると前より重い気がする。どのくらいぶりに、5、6年ぶりかな、思いっきりあのここに段差ができてたんで。自走で山口県に行くのはですね、5月2日からです。よし、でさっきも GoPro の録画スタートをやったんで、走った感じ昨日の夜変えたんでですね、昨日の夜変えたんで、これ缶組ホイールで前後で2万ぐらいでした。海外通販で買いました。海外通販で買ったらなんかあんまり よろしくない。あ、今日泊まりのつもりです。甲府に泊まるつもりです。まだ宿をろくに調べてない。あ、ウイグルじゃなくて、なんだっけ、チェーンリアクションじゃなくて、なんだっけな、なんとかってイギリス の通販会社です。ウイグルも確かイギリスでしたよね。というわけでクロスライド UB ってやつです。最近このマウンテンバイクのホイールが、缶組ホイールが、この V ブレーキ、いわゆるここのブレーキシューで止めるタイプのブレーキがなかなか対応してるホイールがなくて、ん？エヴァンス？あ、エヴァンスっていうとこでもないです。女性の方いらっしゃりませんが、あの性別についてはまだ明かしてない人もいると思うんで、多分羽田さんは性別明かしてましたっけ。はい、性別明かしてないネタは結構昔からよくやってますけど、あえて言ってないですよね。あえて言ったことはない。よし、 あとグローブも新しくしました。あのもう穴が開いてたんで、あの横浜のワイズのウェア館に行って半額で売ってたやつ、ペラペラです。秘密です。で、今なんとかないって なんて聞かれたのかな。見た目では、ああ、そうですよね。あ、そう、あとこのグローブはここ、この間に水かきじゃないけど、この輪っかがついてて、
前なんかこの辺にタブがついててペロッとすぐ取れますなんていうのを売りにしてるグローブありましたけど、最近はこの輪っかがついてますね。あ、桜木町のとこです。そうです、歩いてきました。放送また2週間空いちゃいましたね。3週間ぶりってことになるのかな。セメット受けは申告申告するものなんですかそれ。さてじゃあ行きましょうかね。道峠は確か去年も放送してますよね。上に行ったら電波なくなっちゃって準備 OK のはずです。さてじゃあとりあえずこっち方向かな。あれ、あ、いや去年と同じならば、南北間違えてますね私は。あっちじゃなくてあっち、富士山の方に行くんじゃないんです。ないんです。もうちょっと引っ張ればよかった。あ、もうちょっと引っ張ればって言われたの今。危ない危ない、いきなり2人をなんかあの富士山に誘うとこだった。今朝のはですね5時過ぎ起きぐらいでした。富士山じゃない方です、あっちが正しい真反対側でしたね。よし、さてじゃあ無事にそのいつものネタを紹介したところでってことにしとこう。おはようございます。今日はですね何キロだっけな、50キロないぐらいかな。富士山登ることに、こっちからだとスバルラインか、スバルライン結構狭いんですよね。あ、飯田線のあのあるネタですよね。あの飯田 市役所でしたっけ、あれなんでこれ落ちてんだろう、誰の、あ、ロボさんじゃないんだ、私のじゃないです。ネジが誰の多分これ子供あ用にしてはちょっとでかいな。泥除けが落ちている、マウンテンバイクとかのやつですね多分。フェンダー、そうですねフェンダー、誰のでもないぜ、私のじゃないです、少なくとも誰の自転車速度、私はですね1日平均すると10キロぐらいになっちゃうんですよ。取るね、でこれがさっきあの輪行してきた下吉田駅、ここ新しくなってるんですよね。この駅前見たことある、この駅前去年も、そう下吉田、あとですねこの先あの富士吉田って駅がスイッチバックの駅があるんですけど、富士吉田駅がですねいつの間にある富士山駅になっちゃってましたよ。富士山って山頂かよ、右足あれはなんか腰とかについてそうですよね、なんかアーマーの一部として。あ、おお、宝刀はどうかな、まあ今日食おうと思えばいくらでもいいの。美しい車来る、今日暑いぐらいですよ、上に行ってもかなりあったかいんじゃないかな。つくしがいっぱい生えてますね。確かつくし料理というと卵とじしか知らない。バッタ捕まえて、バッタ、なんすかそのバッタ指示は。イナゴは確かに佃煮して食いますよね。あ、そうそう桜 Z さんのあれはですねあのピントが合ってるところ以外はぼやけるんですごくあのくっきりするんですよね、対象物が。実際に少しピントが合ってる。少しよりよもぎをして、よもぎか、よもぎって私は見た目でわかるかな。少しのバター炒め、バター炒め、少しの昼は山菜炒め、あ、私今日自炊道具結局持ってこなかったです。重たいし一人だけ持っててもあれだし。何食べる、犬のしっこ、まあそれはかかってる可能性ありますね、肥料として、有機肥料。え、こっちに車が来るって、この道を。餃子好きですか。かなり好きですね。あとあの水餃子が好きなんですよ、あのもっちりした、焼き餃子とは全然皮が違うタイプのあの水餃子が好きです。お、猫だ。え、あれ猫かな。水餃子美味しいよね。水餃子うまいですよね。甘じょっぱいタレにつけて食うのが。猫どこ行った。おはようございます。あ、お久しぶりの方いらっしゃいませ。あれどこ行った猫。あれさっき。おお。
すごい。焼き餃子でしたっけ確か。ん？何レポート？ああ。カメラの角度大丈夫ですかね。特に文句出てないから大丈夫かな。やった。蒸し餃子そういえば焼きでも揚げでもなく水でもなく。思いっきり生き残ってるというかまだまだですね。富士通が、家出たのは5時20分ぐらいかな、家出たのは。で、道はですね、そうですね、向こうに渡って、うわ、桜がすごい。自走してない。途中もう電車、30分細切れぐらいで乗り換えてきたんですけど、乗り換えのたんびに私はしっかり寝てました。やった。分かりました。レスラー、あの馬の尻尾的なやつがですか。うわ、すごいな。ん？何乗り換え？綺麗。爪吉野かな。ここはなんてとこなんだろう。富士浅間神社かな。あれは浅間じゃなくて浅間でいいんでしたっけ。佐藤斎藤さんは PC 道っていう本を出してた頃から読んでます。どっちから行ったらいいかな。こっちの行ってみるか。浅間でいいんですかね。自転車大人がいっぱい買ってるらしいですね。あのインターネットウォッチの自転車部とか最初の頃の記事とか。あ、これじゃないか、こっちじゃないか。あれ、いや、こっちでいいのかな。お、資金力、あの人ライターですよね。あれ、これもしかしてなんか違うルートですかね。今日の見どころはですね、電波切れそうです。おはようございます。これはあれ、あ、これ違う、これ違いますね。違う、よいしょ、これ違う。山の上に、あの関係ない山の上に登ってしまう。これ何、皆さんは何言ってるんですかね。何かの山の上みたいですよ、向かう道。もう一つ右、こっち側だ。桜の名所でしょうね、多分。あれ、あっちの先は浅間神社の、なんていうか、本社みたいなのがあるんですかね。そしても暑いな、今日もうすでに。投稿者は Z さんと肌野さんです。気温何度だろう。こっち一旦峠道に入ってしまえば迷わないんですけどね。まあでもない、いつものメンバーです。ロボさんのハートとどっちが熱い。ハート、私ハートは熱いとは言えないな。あ、ガミンログ記録してます。これ後で、これを元に後で Google マップを動かすスクリプトにルート情報を入れて、で実時間の5倍速で再生させたのをデスクトップ録画して、で今これ GoPro で高画質録画してるのと重ねて、どっちだ、これまっすぐは何でしょうね、何でしょうねとか言いながら、あ、でしたっけ。Z さん、去年来た時のことよく覚えてるので。いや、あの間違いなくこっちだったら大丈夫です。ここ引き返した覚えがあると Z さんが言ってます。今夜はないですね、泊まりのつもりなんで。
配信を PC で振り返り放送はちょっとスペック的に厳しい。YouTube の生放送、ああ何でしたっけ、 YouTube の生放送ってなんて名前だったっけな。峠に泊まるんじゃないです、寒いです多分。それはかなり行ってから、あ本当ですか、ありがとうございます。これも去年見てるんだろうな。洗濯クラブ。樹海に泊まるのですか？樹海。神空式の誰ですかね、樹海だと。あ、これ上着、アンダーもいらないぐらいだったな。ヨバイクラブ。どっかで脱ぐか。ヨバイクラブ、ヒヨコクラブ。神空式は、あの、オウム事件でイメージ変わっちゃいましたよね。名前的にかっこいい村の名前だと思うんですけどね、上九一木村。オウムのイメージしかないね。オウムのイメージがこびりついちゃいましたね。山神社がある。山神社、さてやん。うわ、去年来たはずなのに全く覚えてないの私は。もう登ってる？もう登っております。ガリバー園。あー、なんかそういうのがあったのかな。高級住宅街ですね、この辺りは。去年も Z さんと一緒だったっけ。そう、去年 Z さんと一緒でした。去年も見てた方がいる。家でかいね。ほぼ1年前です。家でかいかな。景色が輝いて見えるな。庭付き一戸建て。この辺は割と敷地は余裕がある感じですね。セレブな街だね。お、山ほど布団が干してある。あれは丸めちゃってて意味あんのかな。これから干そうってところなのかな。多分あれ、太陽がぐるっと回り込んできたらあっちで干そうという。いや、野宿ではないです。あ、今コース荒ぶってましたっけ前回。それも忘れてる。あ、でしたっけ。川口湖の真ん中とかに。川口湖の中にいましたっけ。ああ、なんか下りの時にそうでしたっけ。今どこで吠えてましたね。もう電波やばそう。え、もう電波やばい、早いな。そうだっけ。あ、見た目的にこの上りが覚えてますね。私はあの放送しながら走ったところって、放送せずに走ったところよりもかなり記憶が怪しいんですよ。どうしてもやっぱり放送の方に意識いってるところが多いみたい。いや、あと山行ったら回数が、ね、少ないから僕の方が覚えてない。あ、その全体の中での数がってことですかね。どんどん上がってたらいいから。そう、昔のことも忘れつつあるんでやばいですよ。うわあ。峠の途中で撮影車がいて撮影ポイントがあった。撮影ポイント、ああなんかあったっけ。あれあれここだったっけ。YouTube の画像が綺麗で助かります。 YouTube ありがとうございます。秦野さんと Z さんでロボさんの取り合いにならなければ。それにまたそういうね。時間突っ込むこともできない。お、空気、ここは標高どんぐらいだと、何百ぐらいか、800いってる。携帯酸素など利用してみては。いや、酸素が薄くてってわけじゃないです。
単純に3週間ぶりに足動かしたから、この道で大丈夫でした。主に年齢のせいです。これで大丈夫なはずですよね。年齢軍団ってわけではないんですけど、いい運動のはずですよ。これ以外全く運動してないですからね。暑い。ジェットさんが理想なの。ジェットさんは今日は輪行でした。珍しく。はい、ありがとうございます。あ、いい感じになってきた。早くも、この木の隙間からの木漏れ日が道路に投げかけられてる感じが、ブルースリーネタはなんだ、ブルーだから。あ、おはようございます。3人とも本当だ、3人とも青い。今気がついた。こんなに暑くなければ青くなかったのに。あ、もっと涼しい格好だと青くないんですか。あ、いい感じ。2歳、2歳です。日陰だとちょうどいいな。3年生、誰か白い人に踏み台にされたりしないと。いや、この道だと踏み台、2番手が踏み台にされるんだっけ。ブルーコメツっていうグループサウスがあってだな。ブルーコメツ知らない。いい感じ、でもこの辺り杉だからまだ景色的にいまいちですね。これが、まあ、紅葉樹中か自然な木になると綺麗なんですよね。あ、ブルベマリオさん待ってた時ですね。そう、今日喉、今日はかなり喉渇きそう。おお、あっつ。マウス、ちょっと止まりついでに私は上着アンダー脱いでしまいます。いえいえ、木漏れの自分にはとてもいい景色です。マリオさん 600km の帰りだったよね。600、あの時600でしたっけ。半袖でアンダーいらないぐらいです。じゃあちょっとカメラの視界から離れて。上見ると綺麗ですよ。極力トンネル避けたい。それなに歩道余裕ですね。
よっと。お、延長動いた。今日は日焼け止め塗りました。なんか SPF30 いくつのジェルタイプのっていうのがあったんで買ってみたら結構塗りやすい。そうやってきてないです。自炊道具持ってきてない一切。よし、もう止まってるともう汗が結構出てくる。朝日のジャージ、今着てる上着はあのスカイという名前のチームの、どこかの国のスカイという名前のチームのチームジャージです。前これはアーツさんがあの私向けの青いジャージは何がいいかっていうのでアーツさんが放送した中のアンケートで決まったジャージです。よいしょ、お待たせしました。よいしょ。あの一本だけあの桜が咲いてます今のところは。ああ、やっぱこの峠いいな。山桜？山桜かな。いや、あの新あの葉っぱとあの葉っぱと花が同時に出てる風には見えないんで、多分山桜っていうタイプではないと思います。山桜はピンク色と緑色が両方出てくる。あ、こんにちは。あ、ギアは？ギアは前が真ん中で後ろはもう真ん中よりちょい軽いめぐらいです。あ、端数とか分かりません。把握してないのでそもそも。そうそう、スプロケットは缶組ホイールの方に移植して持ってきました。前のままです。木の本、大きな桜の木の本で。あ、おはようございます。今回3連休、その後は5連休か。 2,3,4,5,6 だから5連休ですね。ホイールはいまいちよくかかってないです。工具は買い足してますね。ホイールはラチェット音が結構静かだなってぐらいしか今のところ分かんないです。他の人はそうですね、2人ともロードバイクなのでキャリアついてないです。3枚、ああ前3枚ですね。ああ、そのギア数、軽いギア使うとヘタレ価値観ですね。世の中にいろんな価値観があります。あと足ついたら負けねという価値観もあるし、あとは何だろうな、半袖楽勝です。暑いです。あ、4枚やってもいいですね。あ、センターラインさっきのとこか、苔生えてますね。9連休、そうですね、1日出ないとちょっとまずい仕事があるんで。パニアバッグ、私は最初から背中に背負ったことが一遍もないので、あの背中にしようと多分耐えられません。詐欺、あ、延長詐欺の時間か。途切れたら、30分になって途切れたら、あのしばらくお待ちください。また再開しますんで。ああ、暑いのもあるでしょうね。向こうに富士急ハイランドが見える。さて、30分になったら切れるかな。多分切れる。押すって書くと勘違いする人出そうだ。終わってませんから。
来た。切れた。やっぱり切れた。長距離のグルベでキャリア使ってる人いるのかな。日向さん止まるんじゃなかった。配信が終了しました。あれ。終わってねえし、笑。あれ。来た、おとくと。あれ、音がなんで行くんだろう。あれ通常配信になっちゃってますかね。ちょっと待ってください。ちょっと待って。 FMLE のあれ FMLE の UI が立ち上がらない。なんでプライマリーサーバーエラー。プライマリーサーバーエラーまだ来てないです。まだアドビフラッシュあれフラッシュメディアライブエンコーダー、やっぱりプロセス強制終了して、あれ、FMLE が立ち上がらない、珍しいな、初めて。これはもしかして再起動コースかな。ちょっとすみません、手間取ってますよ。ちょっと待ちを。ああ、めんどくさいな、これ再起動しなきゃダメか。再起動してきますと。ちょっと待ちを。再起動。ああ、Z さんたちだいぶ先に行ったかな。今ピーチ再起動中です。ああ、綺麗。あ、そっか。PC 再起動したから、音声、マイクの音も今拾えてないんだ。ということは GoPro 本体のマイク、編集後は多分これ GoPro 本体のマイクから入っていると思います。この後また放送を再開して、PC 側での録音を再開すればそっちに切り替えるんで音が良くなるはずです。録音、強制処理したからまずかったかな。じゃあ、さあ録音を再開して、録音のためのして、起動しました。起動しました。で、起動画面を開始します。
サンティングは峠ハントです。140にしとくか。よし、お待たせしました。めんどくさいなもう。なぜか FMLE の画面が立ち上がらない状態になっちゃって、で PC も止めてたから GoPro 用に録音してた音もそれで途切れちゃって、ああなんてめんどくさい。よし、じゃあ続きいきます。で自動無料延長もちゃんとオンにしたので、3週間前の1回目は放送終了詐欺、2回目は本当に終了しましたっていう、あのパターンにはならないと思います。あ、でも画質はですね、さっきよりビットレートちょっとだけ落としてます。山の中に入ってきたんで、さっきまで映像が160kbps だったんですけど、配信面倒ですよね。本当はこれちゃんと、あ、FMLE プロセス殺してもダメでした。なぜか何の状態でさ、妨害されてたのか分かんないんですけどね。あ、そうそう、あとパスハンティングのパスっていうのは峠って意味です。例えば箱根峠に行って看板見ると、あの英語表記は箱根パスって書いてあります。画質ですよね。ハドノさんと Z さんがどこまで行ったんだろう。当面なんか合わないかもしれない。パスハンで、パスハンティングをですね、ウィキペディアで見るとこういう舗装の峠はあんまり対象になってないみたいでした。どちらかというと自転車担いで越えるような、そういうところがパスハンティングって言われるらしいです。だからちょっとおこがましいのかもしれない。おこがましい。パスファインダーは道をファインドするんですよね、多分。でもあっちのパスは PATH のパスじゃないですかね。そう、日陰涼しいです。パスハンターありますね。あ、やっぱタイヤそういうやつなのかな。パスファインダーのパスは多分 PATH で、峠はあの PASS ですね。まあパス、それの電動のやつか。 PAS ですね。あ、結構桜あちこち咲いてますね。去年来た時桜咲いてたっけ、覚えてないな。写真見ないと。でもここはこんぐらいの割と緩めの勾配で車も来ないし、景色もいいし、いい峠ですよね。この峠誰に教えてもらったんだったっけ。影忠雄誰だっけ。今左手の下の方は一応富士吉田ってことになるのかな。10キロ、あれはバッテリーだけで 2,3 キロありそうですよね。もっとあるかな。でも最近電動自転車も随分スリムになってるし、重くないし、進化してますよね。あ、おはようございます。あ、おはようございます。三峠っていう山、これ三峠の峠っていうのは正確には三峠という名前の峠がある感じではあるわけではないのかな。三峠山の肩を通る道です。電動自転車、そういえば Z さんが電動シフトのデュラエースとかの話をしてて、その性能がどうとかじゃなくて、とにかく電子化したいとか言ってましたね。割とフラッシャーライトとかついてた昔の子供用デコっぽいスポーツ自転車世代のあの感覚なのかな。とにかく電動化したいっていうのは。全く見えませんね、あの二人。
変速あれどうなんでしょうね。その辺対策はされてるんじゃないかな。うん、ガチャガチャシフターのギアボックスみたいなのがついてるんですよね。前後にしか動かないけど、しかもあれはインデックスがついてるわけじゃなくて、昔のあのダブルシフトレバーみたいなあんな感じと同じですよね。そう、私デコチャリ世代は今自転車興味なかったんで分かってないんですけどね。ん、使わない。あ、月もある。ただ何らかのそのノッチ的な仕組みが入ってたのかな。ああいいな。そろそろ季節的にいろいろ生き物も出てきそうだな。生き物もそうですね。虫も出てきますね。夏に山の中とかで、あの汗かいた状態で立ち止まるとアブが飛んできたりする。バンパー重そう。虫食は、まあ、抵抗なくはないけど、あの食べられた方がいいなと思いますね。食べられる人間になれるといいなと思います。滝はここの辺りないんじゃないかな。あんまり 川自体見たことがないです。松坂、はあ、おお、前方富士山、はあはあ、本当に車全く通らないな、はあ、でも去年の実績からすると登山の人はだいぶ来てるはず。多分こっちからじゃなくて三坂峠の方から来るのかな、みんな。野生動物はあんまりたくさん種類見たことないんですよ。一番たくさん見たのは猿かな。一番珍しいとか一回しか見なかったのは北海道でヒグマと、まあそれゴムボートツアーってみんなで一緒に行ってる時ですけどね。北海道で見たヒグマが1回、あと白磯峠ってとこで見たあの天が1回だけでかな。あとどっかでカモシカ見たな。いっぺん熊牧場って登別ですかね。登別はスルーしてしまいました前。今の天が1回って言ったのかな。でも天ってすごい可愛いですよ。町会議どこでやってるんでしたっけ。あ、ハクビシも1回見たな。あとアナグマも1回見たな。この間去年あの霧ヶ峰で。あ、鹿は何度かありますね。北海道行ったら鹿いくらでもいます。あ、そう、天が1回じゃなくて天が1回です。エゾ鹿ですね。確かアナグマだったと思うけどな。あれ、キタキツネも結構ありますね北海道では。でもそんなに10回も見てないな。5、6回ぐらいかな。あ、この意味合いはこの間のあれだ。ゴンギツネが何でしたっけ。ゴンギツネって何だっけ。うん、でも、あ、これここの写真だ。これ嵐のこの文字列は本当はタグ有効にしてればあの短いセンテンスだと思うんですけどね。あのなんていうか、あの Y カッコみたいなのを
認識しないようにしてるんでこう呼んじゃうんですよね。まあ私の方は、あ、なんだっけこれ、なんとかって蝶々だ。もう羽がボロボロなってるな。モバイルなんだ、大容量モバイルだったら多分エクスパルビクターか XP18000 じゃないかな。私が今使ってる拡張あの外部バッテリーですですね。できた。いや私 NG 対策したことないんですよ。めんどくさいのと、私はあの軽く無視できるんで、なんか軽くとかでも強がってるように聞こえるな。あ、お待たせしました。多分右だと右です。これ左の道なんだろう、乗ってないな。アエイガレクとはどういうのなんだ。二人に追いつきましたっていうか、待っててもらいました。なんでそんな短いのでイガレクされるんだ。何が好き。もう上に行ったら電波なかったですね前回で、今も変わってないはずです。行ってみよう。あ、さっきのところか。あれ下っちゃうんじゃないですかね多分。あの三坂峠に登る道に行ってしまうんじゃないかな。まだそこまで来てないかな。かっかく、ああ。車来た、珍しい。もう電波ダメか。じゃああとは録画の方ですね。今回は三つ峠の山の方には登らないんで、さっさと三坂峠に下って日向坂峠かな。日向坂峠は確か絶対的電波がないはず。あ、しかしまだ、おはようございます。眠気が、あ、川口湖駅か。じゃあまだそんな来てないですね。そろそろ電波怪しいみたいです。あ、そこまで覚えてるんですか。なんかあの猿と遭遇したあたりがギリギリでしたね。猿と遭遇したっけ。全然覚えてねえ。ああ、富士急ハイランドですね。あそこにあるいろんなレールっぽいやつは、標高どんだけ登るんだっけな。喉渇いた。渇いたというか体が熱いな。めっちゃうまい。そう、後で編集してアップロードします。私としては電波が切れてもうかつなことは言えない。GoPro は何時間かけるの。 GoPro は電池は2時間半で、32ギガの SD カードで、動画のファイルのサイズとしては、720p という上から2番目の解像度で30フレームの録画して7時間過ぎぐらいです。で、今は USB 入力で、あの電源、あの外部電源につないだ状態で録画してます。こんにちは。こんにちは。
びっくりした、ラジオかの音。こんにちは。今のおじいさんも読み上げしてるのかと思いました、一瞬。ラジオ、ラジオ。おじさんのラジオが。あ、これ完全に電波切れてるのか。結構早いな。ってことは規制食らってるのかもしれないですね。あの、明らかに規制と分かるのが、編集してるときにあのタイムシフトから落としてきて取り込むと完全等間隔で止まってるところがあるんですよ。等間隔で同じ時間だけ止まる。GoPro の Wi-Fi は夏に発売となってましたね。まあ、あれも実際配信で使えるかどうかはちょっと怪しい。まあ、なんか今日は結構きついな。あ、そうですか。ええ、眠気がまだある、あんだけ寝てたのに。さっきから喋る時も眠気が邪魔をしていまいち。いやー、どうですかね。タイヤ重いです。あ、おはようございます。山口も大丈夫じゃないと思うな。あ、でもこれは読み上げ来てるから映像が遅れてないだけかもしれない。ちょっと日陰で見てみよう。はあ、いや、頭の芯が眠い、起動しない。よし、ここでこっちは。いや、止まってないな。あれ、あ、聞いてる聞いてる。急になんか復活してる。うっ、きっつ。なんか私は今日は眠気がひどいです。もう一遍休憩。ねえ、多分これ文字列が長いからいいから書かれてるのか、センテンスとしては短いのに。ああ、眠てえ。上りやけど下りの時は怖いな。ジョモ、何時間？2時間45分ぐらい。ワープ、昨日まあホイール交換したのと、あとやっぱり自転車旅行の準備すると時間かかるんですよね。何か忘れてないかっていうのをちょっとずつ思い出すんで。今日は喋るよりも眠気の方が体力奪ってますね。どうせ上に来たら電波ないから昼寝し放題。昼寝し放題、そうですね。でも GoPro で録画してるからずっとそれを実時間の昼寝映像を YouTube にアップしたら。この辺の松姫峠のあの、はい、ピークの垂れ流しは僕は結構好きでしたよ。ああ、ピークのあれ。あれ、音量上げたら何言ってるか分かったかもしれないですね。あの、あ、じゃあ、あの人たちのプライバシー的には問題あるかもしれないな。
まあどの辺に住んでてぐらいですかね。キックで、そうそう、ブーメラそこまでわかんのか。あ、触ってますカメラ。延長は、あ、どうだっけ、3分前に動くんじゃなくて5分前だっけ。あ、延長できた。とりあえずどっかで昼寝したいな。お、初見さんいらっしゃいませ。峠です、峠です。何落としたんだ今。峠です。ドリフトできねえ。そうそう、眠気は我慢すると体に良くないので。また結構な勾配が、でも風は涼しい。いや、花野さん前の方で見えないです、もう。やった。何持ってるの？え、持つって。GoPro。 あ、でも GoPro はできるだけ軽量化してつけました。周りのハウジングない状態なんですよ今。あ、下る下る。妙にきついな今日は。そう、タコフター的な状態ですね、シルエットが。YouTuber はだいぶまだ生き残りそうに思うんだけどな。ああ、涼しい。あ、初見していらっしゃいませ。やっぱどうしてもこういうところ走ると電波ばっかりはどうしてもないんですよね。まあそれの穴埋めってわけじゃないんですけど、別にビデオカメラ頭にくっつけて録画して後で YouTube にアップしたりしてます。日陰で風がちょっとあれば、風がないとやっぱ暑いですね。ふう、あれも結構上の方が開けてきてるから、もう半分以上ぐらい来たかな。今標高 1080m。 今日はなんか結構きついです。はい、車2台目かな、この林道っぽくなってから。いや、空気は全然そんな大したことないと思います、空気の薄さが。車を起こした風が涼しい。本当にこれはどっか、あ、 Google マップ道は、あ、そうそう、確かこの道峠の道乗ってないんですよね。乗ってないんですけど、ルート検索するとなぜか検出される。1時間も、ああ、ヒルクライムとかで急いで早く登る人なんかにすると、そんな2時間も3時間も登ってられるかっていうのはありそうですね、そういう感触は。本当に数週間に1回こういうのやるだけだから、体は鍛えられてないな、その分。標高は確か下の方で800ぐらいだったから1200-1300まで登るんだったっけな。
はい、筋肉というか結構肉、贅肉もついてるんで効率よくないと思います。だいたいあのトルク、高いトルクでくるくる回さず登ってますからね、前から、当初あの10年前から。だから贅肉とその力を短く出す層の、あの強い力を短く出す層の筋肉だけがちょっとある感じじゃないのかな。お、こういうのがあるともうピークに達したように見えるけど、まだまだですね。気温はちょっと暑いですね。空気はそこそこ涼しいんですけど。はい、え、もうピークでしたっけ。あれ、そんな低いんでしたっけ。確かあの駅出てしばらく登ったあたりで800ぐらい行ってたと思うんで、標高差500ぐらいじゃないでしたっけ。違ったかな。誰ですかこれ。増田さん、画家さんですねこれ。増田さんです。増田さん、なんだろうな、この三つ峠絡みの有名な作品描いた人とかなのかな。これ映像今言ってるかな。言ってたらちょっと近づいてみるか。あ、そうか、 GoPro のためにも一度近づいた方がいいな。ほら、これ筋肉痛から基礎代謝が上がる分痩せやすくはなりそう。見えますかね。プツプツ、いや、電波悪いと思います。これ分手をして絵を描いてるとこか。増田誠くん、鶴市に生を受け、釧路を経てパリに渡るや天来の画家、画祭なんとか祭、奇祭世界を風靡し、名声なんとかたり。増田誠改装費。意識しないと。ああ、全く意識しておりません。日陰で風がちょっとあると最高なんですけどね。しかし ここまで暑いとは、今日ここまでとは思ってなかった。まあでも一番涼しい格好にはできる状態だから、今上はもうこれ以上あの涼しくしようとすると上半身裸になるしかなくて、下の方もタイツを脱げば短パン一丁になるから。プトさん10年、ああ峠登ったり、峠登ったり、何ですかって。今自分の声で全く聞こえてなかった。10年前からこういう自転車で峠登ったりするのはやってます。最近新しい峠行ってないんですよね。手近に行けるとこであのウェブで検索して見つかるような峠があまりなくなってきたんで。左側走行、いや厳密に言ったら守れてないところかなりあるはず。お、本当にピークっぽいな、ここ。背中筋が熱中症、多いからダイエットにはいいらしい。私最近全然ないっぽいんですよね。おはがきです。こんにちは。景色が歪んでる。景色が歪む。覚えてねえ。冬季閉鎖だったのか、まだ。知らなかった。ってことは5月入ったらですかね。ありゃあ5月上旬、そうか、前回5月17日ぐらいだったから、いや到着してないです、まだ。これはどこ通しゃいいんだ。
持ち上げるしか。左側行けるかな、うん、あ、こっちから行った方がいいな私は。よいしょ。 誰は今のは増田誠さんのことか。うわぁ、ちょっと頭重いな。物理的に頭が重いんじゃなくて、更新したらだいぶワープした。気分的に頭重いな。釧路は左遷されたか。釧路は何でしょうね、釧路、ね、あのさっきの増田誠さんは鶴市に生まれて、この近くの鶴市に生まれて釧路を経てパリに渡ったそうです。なぜ釧路なぜ釧路行った。今日どうかすいません、あのこれあまりやっていいことじゃないと思うんですけど、ちょっとここから引っ返すのは今日は厳しすぎるので、迷惑にならないように通させて、あの通らさせていただきます。もう一個の方の今日のもう一個行く峠の日向坂、そう景色ですね。あ、川口湖だ。川口湖橋見える。これ放送あんまり良くないかもしれない。涼しいですね。ああ涼しい。こんな感じだよこの道は。もう一個の方の日向坂峠っていうところの林道は今日はちゃんと4月26日ぐらいにあの冬季閉鎖溶けてるんですけどね、こっちが溶けてないとは把握してなかった。あれじゃあ登山の人たちもまだ入れないんですかね。あ、それとも登山の入り口までは行けるのかな。登山の人はでもあれじゃないですか、なんか奥からこうまっすぐクロスして登ってきませんでしたっけ。ああそっか、そうでしたね。そういやこの道と直行してたんだ。登山道がえ行きそうで、あ、多分ねこっちの海舞台だとすんごい距離だから、ああんまりメインじゃないんだよな。あ、それもある。そこ、あのこの道今通ってるのは違法ではないとは思うけど、褒められたことじゃないです。雪はどうだろう。カメラ太郎、そういう姑息なことはしたくない。登ってる感じだね。でもここは緩くなります、佐々木に比べるとだいぶ。ああ、見える見える。あ、意外とある。あ、すいません。まだ登ってるのね。まだまだ登ります。この後同じクラスの峠がもう一個あるんですけどね。よっ。あ、川口湖見えました。川口湖大橋っていう、え、今無料なんでしたっけ、あれは放送でも何2回通ったんだっけ。もう見えてます。あ、やっぱそうなんですか。昼間有料。おお、川口君、あ、そうかも。なんか芸能、放送やってると必ず芸能ネタ出てくるな。と言ってまあ、私は興味ないけど、興味ないけど、別に書くなというほどでもないな。おお、今までの中で一番よく見えてますね。あの、で、電線がないから。おお。楽しくなって。眠気はまだあるんですけどね。おお。で、これの向こう側が左手が川口湖の方で。あれ？これ川口湖今。川口湖大橋があるのはあっち、あ、さっきのとこあっちじゃないんでしたっけ。あれ川口湖そこからスタートしてますかね。向こう隠れてるとこもありますよね。ですよね。うん、今日暑、本当に暑い。今日は初夏っていう感じですね。そう、車来ないのがいいですよね。まあ、今ここは、今いるここはもう車来るはずがないとこですけど、すでに通行止めされてるから。ん、文化大学、いや、っていうのは何があるところなんですかね。消化、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 消化。山中湖は、山中湖は10キロぐらい離れてるんだっけ、川口湖から。
山中湖は河口湖の南南南東方向でしたっけぐらいですよね多分。で河口湖から山中湖に向かってゆるく登り続けてる。あ、水分補給 OK です。なんか虫が入った。虫は水分補給にならない。そうですよね、ここの道なんでこんな路面いいんだろう。そういや あ、新しいんでしたっけ。今回土日だけのつもりです。まあ泊まろうと思えば明日も泊まれますけど、特に当てがない。足筋肉がすごいな、そこまで。これ何なんですかね、たまに見るけど。あのゴキブリ花にもちょっと見える。何歳、何が、私がそう、コンバット系に見える。私はダブル二十歳よりもうちょっと上ぐらいです。学生さんではありませんが、いつもありがとうございます。私は対策せずに普通に吸い込んでますね。仕事は秘密で、住所も正確には秘密。地滑り防止でしょうね。電話番号は、あ、言いそうになったけど秘密。頭回ってない時はやばいなこれ。眠い時とか。芸能関係の仕事で、あ、そう、芸能関係の仕事で、そうそう。性別の秘密で、好きな色は青。好きな街は、好きな街どこだろうな。あー、うーん、難しいな。好きな男のタイプは、好きな男のタイプはとか聞いてこない人。好きな国は、好きな国は今のところ日本かな。そもそも日本と日本はどちらが正式なんでしたっけ。好きな街は竹島。竹島、好きな家族。スリーサイズ、あー、ドラえもんのあれ言おうと思ったけど忘れたな。全部あれ百何十センチでしたっけ。確かスリーサイズ全部同じなんでしたよね、ドラえもんは。129でしたっけ、ドラえもん。テルヒで誰。ガードレールありますね。これがないとまた味があるんですけどね。好きな芸能人は、芸能人は一人も知りません。おすすめのカップラーメン、なんだろうな。そう、ガドレールない方が景色的に私は味があると思うんですよね。好きな山は、ロボさんが喜んだんだっけ。山は、どれだろう。山、この本を見てダホンの折りたたみ自転車を買いました。あ、ダホンの折りたたみ自転車は輪行してこそなんぼですよ。というのも偏った考え方だろうけど、折りたたみ買ったからには輪行しないと。折りたたみ自転車の最大の、あのメリットというか、一番威力を発揮するのが輪行だと私は思っているので、あの、そう、折りたたみのやつの畳んだ時の小ささは、マウンテンバイクとかクロスバイクとかロードバイクとか、あの輪行で持ち歩いたことある人間にとって羨ましいですよ。で、私が前買った MR4 ってやつはそんな小さくならなかった。もともとタイヤが24インチで微妙にマウンテンバイクより小さいぐらいだし。あ、あとこのワイヤーのガードレールっていうのもありますよね。これがあると山って感じがする。いかにも山って山だ。ダホンもかなりバリエーション多いですよね、ラインナップ。ああ、勾配がだいぶ楽になってる。そうか、確かこれ最初きつくて後で緩くなるタイプだった。そういえば、いらっしゃいませ。それプロフィールマップで見てそう思ったんだ。ただこの後一遍三坂峠まで降りて、で三坂のトンネルくぐって向こうに降りて、
その先の日向坂峠のところは結構えぐいです。確かあれなぜ切れた。ちょっと日陰で、うわまた突然切れたな。なんで、時間が10、もう10時過ぎか。伊坂峠に11時ぐらいにつけるといいな。ネットワークが切れてる。あれ、熱で落ちたかな。ということで今ネットワークが急に切れてしまって放送が途切れてしまいました。眠くなってきた。ってことは今ここも流れ、突然の。あ、来た。千代さんはツイッターで活動中なんだよ。よし。プライマリーサーバーエラーだ。くそー。
千代葉なんか天丼とか名前変えてなかったか、わらわら、よくつぶやいてるよ。こう。ああ、すいません、すいません。あ、これ声しか言ってないか。映像言ってないっぽいですね。1万円がいただけですよね。状況を説明するとですね、なぜかポータブル Wi-Fi の電源が落ちてて、ネットワークが切れてしまって、で、それでつなぎ直すのえらい時間かかって、で、FMLE のプライマリーサーバーエラーが出るようになっちゃったんで、通常配信にしました。あ、お待たせしました。自動無料延長オン。自動無料延長を開始します。声だけになっちゃいますね。まあ、もう場所が場所だけにしょうがないっていうのもありますけどね。というわけで、じゃあしばらくこれでいきます。これもしばらくしたら切れそうですけどね。ポタファイ熱暴走ってほど熱くはな、そんなには熱くなかったんですけどね。でも他に電源が落ちる理由が考えつかないから熱かな。プライマリーサーバーエラー、いや、バッテリーは大丈夫です。まだ峠まだ映像よっと Wi-Fi 時間かかりますね。ああ、河口湖の湖畔の桜が見えてんのに、よっと。でもあれは GoPro でもちょっと遠くて見えないな。おはようございます。あ、おはようございます。よっ、とりあえず写真撮っとけば、あの GoPro の映像で、あの写真撮るときだいたいカメラが視界に入ってくるんで、それに合わせてこの写真のデータを動画編集で貼り付けてしまっているので、今で、あの動画の方で軽くシャッターオンがして、あの写真が出るんですけど、あのシャッターオンっていうのは別に録音して無理やり重ね合わせている音です。あ、動いてないか。今上り速度が60、70ぐらいなんで、映像は今140で送ってるから全然足りないんですね。あ、そっか、連休で規制っていうのなんかあるかもしれない。私明らかに規制受けたっぽい跡が、あのタイムシフトの動画後でダウンロードして、で動画編集ソフトで見てみると完全に等間隔に途切れてるんですよ。どんぐらいだったかな、2分ぐらいごとに必ずあの同じ時間だけ止まるっていうのを繰り返してて、あれ明らかに規制だと思うんですよね。新緑まだのようだ。新緑ちょっと早かったですね。どこも来てる。なんかこれ写真も撮らなきゃ。本当はツイッターとかでちょっとずつでも画像を直せればいいんですけどね。この通常配信もあのちょっとずつ映像データ流して、あの30秒ごとに1枚でもいいから、んバッファリング、あ、そういうことかな。あ、その可能性もあるか、確かに。その、あ、でもどうだろう、音声ありますっていうのはなんだっけ。とりあえずこれは開きました。あ、ちょっと開けたからかな。そう、あの電波来てもカクカクだと思います。通常配信なので。これは三坂峠登る前にどっかで昼寝したいな。あ、伝わります？ GoPro だったらもっと伝わるはず。あ、そういや、今度5月1日からニコ動画正式名ニコニコになって、で生放送も、昼間の生放送はビットレート上限が384から480に、あ、それだけな、480に上がるんですよね。だから、あの都心部で WiMAX とかで高速接続してる人とかは昼間の放送かなり綺麗になるんじゃないですかね。まあ私はあんまり関係ないと思うけど、多分こういうとこは全部上り速度384だろうし、フォーマ自体が、
アンテナあれつけ外につけると何かの違反なんでしたよね。なんとか法のなんとか違反。勾配がちょうどいい、はあ、そんなにきつくならない、辛くならない、はあはあ、夜は一緒なの、はあ、夜はそうですね、あのビジネスホテルとかだと、なんだっけ、ツインとダブルの次の方かな、はあ、何がどうにかなるって、はあ、価格コムから、あれ今どういう話してましたっけ、価格コムって。あれさっき何の話してたっけ。この辺今マックスなさそう。マックスは絶対ないと思います。こんな人口がほとんどゼロに近いところ。1キロ小に住んでる人数がゼロとかいうとこだと。距離が確保できるから、見通し距離、来るとこではたまに来ますね。あ、ワイマックス。確かに未だにワイマックスはまだ都心部だけっていうイメージ、偏見かもしれないけど持ってるんですよね。なのでお高いフォーマの、あ、でもフォーマの回線そうだ。あの MNP のMNP ナンバーポータビリティ優待で、あのバグってしまっているドコモの施策によって、何万円ぐらいだ、あの将来2年分のうち6万円7万円ぐらいかな、6万円ぐらいかな、差し引き6万円分ぐらいの値引きになります。モバイル回線は人口カバー率と買いにないと思う、カバー率が、モバイル回線のカバー率が、あ、カバー率ってあのほぼ 100% って言って言ってるあれのことですよね。まあ確かにこういうとこばかり来る人間にとってはあれ意味ないですよね。だって人の住んでないところに来てるから。128PHS の時代みたいだ、エアエッジみたい。まあ、1ヘッパーでも配信はできそうですけどね、ある程度。128がフルで出るんだったら。あ、ワイマックス。うん。まだ？ちょっと今のよくわかんなかった。本当になんかの通信業者関連の世界は複雑でよくわかんないです。完全には。理解しようとする努力を放棄した言い方してますけどね。どっちいいかっていうのもありましたね。前使ってました。どっちいいかを使ったら全然速度出なくて、あのニコ動関係はどうも規制されてたみたいですね。どっちいいかだと最初の頃あれで境川配信とかやったら全然繋がらなかったですね。最初の頃あれで散々泣かされた。泣いた。あれさっきから全然勾配がない。平地に近い。あれ、ずっとこれ等高線ほとんどまたいでないな。こんなだったっけ、ここ。都心部じゃなければ
うん、どこも 3G で OK。 都心部じゃなければん、楽だな。東京は今のところホーマー一択だと私は思いますね。黒市はあれまだ重量制なんでしたよね、確か。ていうか定額制ならないとあの辺りは全然ないですよね。今更あの通信料を気にする使い方には戻れない。まあでもそれもこのまま要求がエスカレートしていったら破綻するんだろうな。今後規制が厳しくなったり回線速度落とされたりするのかな。あ、尾根を今ほとんど映像いってないと思います。ちょっと登り始めた。なんか手首が痛いな今日は。犠牲するんじゃ早くなってもしょうがないような。犠牲、重量制だったら毎月1億超えですよ。1億何百万とかは普通に行くんですよね、契約間違えてれば。スマホの増えすぎか。そう、スマホが急増してるせいで通信量増えてるらしいですね。何の音っていうのは。何の。私も10年以上ドコモかな。和骨です。いらっしゃいませ。77ギガかな、規制の基準ですかね。そんな数字でしたっけ。私は今使っているこの回線は今月いっぱいで4月30日に解約しに行って、で MNP 経由であの不当に安く手に入れたもう一個の回線の方を5月1日から使います。考えてみたら9連休取ってもそれがあるからまともに出られなかった。外に土日数時間放送だけなら7時超えないのですか。こんにちは。7時超えないかどうかちょっと測ってないんで私わかんないです。やっぱ無理かも。携帯電話規制はみんなスマホのせい。スマホ、もう2人ともピーク映ってるのかな。これ6年なんだけど、どっちもどっちだよ。au は北海道では確か au 一択でしたよね、以前は。確かわらわらソフトにあんなに安く手に入れられるのは本当おかしいと思う。キャッシュバック、そうですね、月々サポートっていう形で還元されるっていうことかな。その実売が0円とか、まあ、1万2万ぐらいの端末に対してトータル値引きがその5万とか10万とかありますからね。MNP で入るとで MNP 元もプリペイドとかで5000円とかで用意できてしまうから。いい回線がありますぜ。いい回線が。それでも上り回線の方はそんなに混んでないって話なんで、128キロ配信で1話放送すると50メガバイト。こういう配信とかやるときは上り速度メインだと思うんで、そっちは別計算にしてほしいですけどね。多分上りも下りも関係なく一律データ量計算してるんですよね、きっと。
あれ道どれだ、 あそこか、あの辺りがピークかな。そうプリペイドで作って移動しました。そうプリペイドもそういう風に買えなくなる数日前でした。ある人の結婚式の二次会でそういうことに詳しい人たちに聞いてギリギリのタイミングで買いました。まあ、買いましたというか踏み台にしました。 MNP するためのあ、そう、解約料が私が買った時まではかからなかったのかな、あれは。まあその MNP の手数料で確か2000円だったかかかったけど、西川大橋、おお、あー涼しい涼しい。金属音気になる。え、なんすかね金属音って。え、なんだ、どんな音がしてるんですか金属音って。私の耳には今聞こえてないけど。あ、そうだね、この後もう声も通らなく、あの回線が切れ、完全にエリア外になって声も通らなくなったら、まあ、そのまま30分単位で自動的に終了して、で次は峠下ってきてからまた三坂峠あたりからかな、あの配信は再開します、別枠として。ムンプで10万近く割引だってさ。ん、何 MNP で、イムンプというのは何 MNP だろう。あれもなんか本当に会社のために、会社の金属音、膝、ホイール関係の音でもないだろうしな。ブレーチング超えるってあの ガチャンって音ですかね。ガタンというかガチャンというか。やった。グレーチングってこういう溝のことですよね、と思ってましたが、もうガードレールがない。あ、ある。何のことだろうな金属音って。あ、クロッシー、なるほど。XI だから小文字の E として呼んでしまうのか。もうそろそろかな。いや、まだ登ってるな。今時間が10時40分か。ああ、昼寝してたらあの三坂峠のお茶屋さん昼時になるな。ディレイラー、いや、そんなに頻繁にはやってないですけどね。今例えばしますけど、軽くする、重くする、こんな感じですけどね。勾配 5% くらい、これだ。勾配 5% くらいかな。え、今の音ですか。そんな聞こえてる。自分では意識してないぐらいの音なんですけどね。あれし、さからどんだけ入ってると思うんですか。そんな今さら。やった。このあとこれかこれ以上ぐらいの峠もう一個登るんですよね。え、よくなった。
なぜ多いね。うわ、なんか頭が本当に重い。こんにちは。の筋力の方が影響大きいんじゃないですかね。ああ、前回来た時はものすごく気持ちがいい峠だったのに、今回はなんか寝不足なのか、まあでも最近平日ずっと寝不足だったんですよね。寝る時間がないというよりは寝つけない。3時とか4時に寝てましたからね最近。で朝7時に家出て、あ、電波も見通し良くないですね、ここは。本当にこれ峠のあたりで、ピークのあたりで寝ないとダメかな。ちょっとお二人には迷惑かけるけど、走ってりゃ普通眠くならない人が多いと思うんですけど、なぜか私は走っててだいぶ眠くなる、よく眠くなる。まあ走ってなくても眠くなるんですけどね。眠気が来るとか、なかなか眠気が来ると勝てない。眠気さんだけには勝てない。お、わ、コートだ。山歩きかな。こんにちは。タイヤの。あ、え、これはピーク。居眠り運転はいけませんからね。居眠り運転、本当にピアってこけましたからね。今標高何メートル？標高は1325。ここは昼寝するには暑いかな。誰かいる？よっと、はい、まだつながってます。電波がなんかさっきから少し良くなってるみたいです。ハイカーだ。ハイカーですよね、あれは。ずいぶんかっこいい格好のハイカーがでしたけど。あ、トレイルランナー。ああ、なるほど。あ、そうそう、知り合いにいました。ああいう格好で走ってる人が。ああいう格好で走ってる人と知り合ったことがあります。映像がいってるかな。寝ない方がおかしい。ちょっと本当に日陰で昼寝できそうな場所があったら。ここは日向だから。ここはちょっと今干からびそうなんで。オリンパス。あのあれですよね、登山口のあたりとかいい感じの日陰的な、ええ、そうですね。あとはなんかその人に踏まれない場所があれば。人に踏まれない。眺めが、ここは前ありましたっけ、こういう休憩場所って。 ありましたけど、スルーしました。でしたっけ。本当に全く覚えてないな。でもゼットンという呼んでる人はリエさんだけなのかな、それとももう広まってんのかな、言い方が。いや、リエさんにも別に呼ばれてないよ、普段から呼ばれてる。あれ、そうですか。放送上で呼ばれてるわけ。放送上でなぜかゼットさんのことをゼットンという。ここはでもキャンプ地的にはただ水がないけど、まあ水持ってくるか普通は。手作り、どうだろう。日焼け対策しました。今日からしてます。日焼け対策始めました。ヤクルトの古田ということは Z さんが。あ、僕、ヤクルトの古田ってどんな人ですか。前に言われたことは一度か二度。痩せてた頃は。ちゃんかわいい。昼寝には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 昼
この間なんか倒れるパフォーマンス私が気づくの遅れましたよね。でも GoPro 映っててやめとけばよかった。あれちゃんと映ってましたね。なんか私の目はあんまりちゃんと見てなかったんですけど GoPro にはしっかり映ってた。実は私の目よりも GoPro の方が視界広いんで、あの後ろちらっと見た時にもバッチリ後ろ見えてるんですよね。あの後ろの車来てるかどうかとか、うん、あれ私はそこまで完璧に見えてないんですよ。放送でもなんかあれですよね、この辺ぐらいの近く見てないかな、ね、カメラに映ってても私の目には見えてないことがある。やっとなんか雰囲気で感じてますよね。うん、でも GoPro なんか広角すぎて気持ち悪くなるかと思ったらそんなでもないですね。まあ地図とかで隠れてるのもあるかもしれないけど、あの地図とコメントがこうあるのがちょうどいい感じにこう、ね、雰囲気だけ映して詳細は映さないみたいな感じでいいんじゃないですか。思いっきり歪んでるとこですからね両脇。スーパースタやるの？スーパースタ今日道具持ってきてないです。ああいかん、ヘルメットかぶった状態じゃ突っ伏せない。これ迂闊にヘルメット付近に手をやるとこの日焼け止め塗った油まみれの手を GoPro のレンズにくっつけてしまってもう取り返しがつかなくなるので。止まってますか。あでもなんか風が気持ちいいのでなんか眠れる気がしてきた。ちょっと眠ってみてもいいですか。どうぞ。試してみる。あ、いけるかもしれない。いや大丈夫だと思いますよ。さっき延長してた。あ、してます。あ、でも繋がってない。延長されてるよ。ああ、ダメだ眠い。ちょっとやっぱ本格的な昼寝ポイントを探した方がいいかな。そうですね。すいません。ああ、もうすぐピークだから。あ、今これでどんぐらい寝てました今。おはようございます。いや5分とかそんなもんだ、うん、なんか夢も見てたような気がする。お目覚めはいかがですか。お目覚めあんまりよろしくないです。思ったほど眠気が覚めてない。あの良くない、ね、目覚め方。あのダメージを引きずる、ね、目覚め方ですね。おはようございます。すいません徹夜中に5分だけ寝るみたいな。とりあえずじゃあ少しとりあえずピーク越えて越えたらすぐ登山道入り口みたいなところなんですね、うん、だからそことかじゃないですか。さあもう本当に三坂峠まで下ってとりあえず昼飯先に食ってしまうか。それもありです、ええ、というわけですいません、見てる人も働かせてすいません。寝不足で放送するもんじゃないって言っても大体寝不足だからな。大体こんなもんでしょ。寝不足じゃないそのサイクリングなんていうのは特に土曜日はまずないからな。私は放送中に昼寝したことこれまでの何回ぐらいあるのかな。起きました。起きたっていうか目が覚めたというか、あんまり改善してないです。まだ眠い。運転、私は本当にそれでこけたことがあるんで本当に眠くなったら今みたいに寝るんですよ。あの 寝場所探して。暑かった。なんかがありますよね。房総半島の時にもあるし、
関戸橋、あれそうでしたっけ、再起動したけどあんまり、今日は5時起きです。2時過ぎに寝て5時起き、他の人たちは待っててくれてました。渡して申し訳ない。ちょっとアンパンなど食ってから効果、そうですよね。あ、またノイズ来てますか。何のノイズだろうな。あまり寝てないです。でも最近平日も3時半とか3時間切れるような状況が増えてたんで、日本の勉強さん、なんだろう、ん、うーん、僕もないかな。ロボさんも寝てたの、ダメ人に周りかこま顔見られてたのかな。スキッとする場合はえらい気持ちいいんですけどね。もうすぐピーク。とにかく、来てない。ちょっと誘いしようがない。15分寝たらいいらしいですけどね。会社でも、昼休みはだいたい15分寝てます。そう、スカイジャーチ。でも多少やっぱり良くなったかな、さっきよりは。本当に眠い時に登ったり下ったりするのがきついというか、下りは危ないし登りはきつい。こんなになんか頻繁に自転車の時に寝る人っているのかな。こんにちは、山梨県の河口湖から、河口湖の東側かな、北西側かな、のにある峠道です。なぜか地図では見えないんですけど、ルート検索すると出てくる不思議な道です。あ、ちなみにこれが新しいホイールのラジェットのです。天気はものすごく気持ちいいというか暑いです。今日はこんなに暑くなると思ってなかった。多少防寒装備を持ってきたんですけどね、今のところ全く必要ない。私は本当に眠りしてこけたことがあるんで、帰り、いや、今日は、甲府に行くだ、甲府に抜けて、で、どっか甲府泊まろうかなと。ビジネスホテルか、健康ランドか、まあ、今日は、ビジホが今、4000円ぐらいですかね。ちゃんと寝た方がいい。さっきまで結構しんどかったけど、やっぱりかなり良くなりました。目覚め良くなかったけど、健康ランドは結構再開しました。すいません、昼寝しちゃって。健康ランドはなんかリクライニングシートみたいなの取れたら割と寝れる。寝カフェより寝れるかな。今日のスクではないです。ゴールデンウィーク後半は野宿と宿泊まりの山口県ツーリングやるつもりですけどね。仮眠の時しか行ったことないけど、どれも仮眠できるね。うわ、また切れた。また切れた。ああ、めんどくさいことになった。また5分とか10分かかりそうです。ああ、電波なのか。電波か。またポタファイが切れたか。 iPhone 見ればわかるな。またポタファイ切れた。なんだろうな、電池的には丸一日持つはずなのに。やっぱ熱か。あれ、給電できてない。あれ
断線してんのか。なんか変だ。電池あるのに。なんか変だ。お互いがなんか電源が落ちてしまう。あとなぜか充電ができてないです。モバイルブースターの方はちゃんと残ってるのに。かもしれないです。いや、ケーブルはですね、結構予備いっぱい持ってきてて、この USB の A と B の変換のやつはいくつもその使う。あーと確実に規制を食らってないですよ。そうですね。生の生娘、確かに。やってみていいですか。じゃあ、はい、じゃあこっちは切っとくか。熱かもしれないです、もしかしたら。あ、こんにちは。僕にください。そっち、じゃあこれで。いや、これが給電できればなんですけどね。あ、そうか、電気あれなんです。電池がもう、いや、断線かもしれないです。こんにちは。この道はそういう道なのか。これを渡すか、これを渡すか。あ、それでやってみていいですか。いって、ええ、はい、あ、でもこれパカッと開けたところにねえ、なんだっけ、暗号入ってるんで。あ、そう、 GoPro にで音声とかで入ってしまうと良くないなと思って。ああ、大丈夫、自分でやってください。これパカッと開けるんですか。はい。あ、そうか、これ僕やります。ん？ん？ん？ いや、あったんですよ。ああ、こう。後でカットすればいいような気がするけど。そういや、そうですね。え、この桁数ですか。そうです。これはあ、で、こんなことやってるらもう放送切れるんじゃないかな、時間的には。まだ大丈夫か。じゃあ、多分それしか、これしか見えないだろうし。はい。SIM だけ差し替えるんでも、あ、そうか、ダメか、ポトファイがダメなのか。これは全番の暗号なんて別に GoPro に乗っかったところで特に別にいいんじゃないですか。そうですね、その盗むためにはそうそう、僕に近づかないといけない、物理的に接触しないといけないから。それがないとそうですね。これでこうして、ずっとこの調子だしは、ゴールデンウィークの後半の計画が。あ、温度だったら本当に。SIM2 枚でこう交互に運用です。両方生かしておいて、まあ、解約せずに。後半って、
あ、山口県に行くつもりです。実家に帰りながら。ええ。秋吉台。秋吉台は位置的にどうなのかな。てかそのぐらいしかわからないし。もう繋がってますよ。ええ、繋がりました。さてどうだ。あれ同じかな、つながら、あ、まだ IP 取れてない。 DHCP の取得、 IP 取得にえらい時間かかってる。ちなみにもここの表示はバリさんです。おお、てかそれが分かるのいいですよね、やっぱり。やっぱ変えましょう。そうですね。そうそう、ガタ来てる感じだし。あれ、 IP が取れない。あとあれですよ、バッテリーが新品になるだけでも儲けもんじゃないですか。そうですね。あ、こんなこと、こんなことをゴブロの中に収録する。実際劣化しますからね、確実に、うん、IP が取れない。ネットワークアドレスの取得中のまんまだ。なんで。じゃあ一旦切断してもう一度。今日走ってないところがもうすでに30分超えてますね。ちなみに電波は全然問題なくつながってる。アドレス取得中。こんなもんすぐ終わりますよね、普通は。ちょっと並行してこっちも立ち上げとくか。もうそろそろ冷えただろうから、あんま変わらんな。あ、そう、加熱的な問題なの。このぐらいの温度なんですけどね。これがまずいケースが。そうですね、この100均かなんかで買ってきたやつ。ちょうどいいのありますよね。あ、いや、これも随分厚くなって。あれ、認証に時間かかってる感じでもないしな。あれ、これそもそもバッテリーの表示が出ないな、なんでだ。確か常に出てるはずなのに。ああ、動きがおかしい。ん？なんで？ん？ iPhone はつながってない。ん？あ、つながった。あれ、 Z さんなぜか私の方からつながらない。ん？ PC からどっちのボタファイにもつながらない。こっちにつながらないですね。こっちの方、私の方は、ちょっとじゃあ私の方でもう一遍つなぎ直してみます。あ、てかもうつながってる、いつの間にか。何ですかね、 IP 取るのに時間かかったり、あとはその今接続していますのダイアログがいつまでも消えなかったりしてました。パスワード間違ってるってことあります。それ別ですか。それだったらなんか別のエラーになんないんですかね。こんなさ、ポケットより持ち歩くものをさ、こんなツルツルにしないでください。
ベトベトになる。あ、来た。なんだろう。持ってあるの前提ですもん。すいません、こっちの方の問題の可能性も高そうですけどね。あれ、カメラどうした？カメラ。あれ？あ、そうか。こっちのに撮られてるからか。接続。プライマリサーバーやらダメだな。ちょっと待ちよう。通常配信だな、やっぱり。これで今行ってますかね。あ、やっぱり画像来ないか。すみません、またポタファイが落ちてました。ちょっとよくわからない。今ここもこれでようやくつながりました。ポタファイがダメなんですよ。外部給電のバッテリーはまだ残ってるのに。生存部隊。すいません、どうせこの後もそんな電波良くないけど、一旦切れるとつなぎ直すまでしばらく。接触かな。接触、いやー、熱かもしれないです。熱暴走かも。さっきから突然ログアウトしましたって言われて、何かと思ったらポタファイが落ちてるんですよ。電源が落ちてるんですよ。なんとか復活。声だけですかね、やっぱり。というわけで皆さんもお待たせしたし、 Z さんと花野さんもお待たせしましたけど、行きましょうか。すいません、電波はなんとか。いや、これ通常配信です。さっきのところ中入っちゃってるからな。中に開けてないです、ここ。ああ、そうか、山的にですね。ああ、そうか、伊藤真空、そうですよね、本当に。 Z さんはなぜかバリさんだし、さっき動いてた。ん、さっきっていうのは どの時ですかね。切れる前。まあでもいい休憩になるな。実に鍛えられない。まあ鍛える気もないんですけどね。で、ここに来てこの道はちょっとだけ石がゴロゴロ してますね、あちこち。ここまでは妙に石もかけら持ちてなくて、妙に舗装が綺麗だったんですけど、山道らしくなってきた。そして、うん、そして、あ、もうダメ。今日はトラブル多いな、眠気も含めて。こんにちはって聞こえてんのかな。音は来てる。あ、音来てる。映像なかったら本当にな、なんていうかな、特に歯入ってるとな。眠気が全ての原因だ。眠気のせいでポタファイがどんだけ悪い電波出してるの私は。もうちょいでこの峠はピークのはず。地図だと、いや、まだ下ってはないな。でしたっけ。おう、でっかい石が落ちてる。やった。この先はまだ等高線をまたいで上に登ってるように見えます。ブルーマン。ブルーマン。アーストラナキャかな。
アーストラ何あ、清方さん、クロスロードにしましたが、クロスライドだ、いまいち分かってないです。あのタイヤも後輪だけマラソンだったのが前輪もマラソンになってより重くなりました。マラソンってタイヤ本当に重い。ホイール持った時にあの新しいホイール のキシメンスポークが、キシメンスポークの角が指に食い込んで痛いです。あ、途切れながら。この Z と一言だけ言ってるのはどうも違うな、これは。リエさんじゃないっぽいな。で、何が誰？今同行してるのは、青いのが Z さんで、青いのが肌野さんです。私は青いです。マラソンってタイヤなんでこんな重いのかな。まあ丈夫だからだろうけど、ホイールもあんま変わらない感じでした。あの比べてみたんですけど、ね、手で持って別に軽くなってはないなって感じでしたね。ラチェットが若干静かになった。そう、パンクしないらしいです。減らないらしいです。でもリムはどうなのかな。私はリムが削れ切ってしまったんで今回ホイール交換したんですけど、相変わらず沖縄早いな。ですね、ちょっと後ろ離れたな。去年来た時にはこれ三つ峠のこの道のピークあたりで登山道と交差して、で登山してる人たちにすぐだよって言われて騙されててっぺんまで登山したらかなりあった。パンクガードという名のゴムがついてるから、パンクガード、あ、これ中にですかね。旧ホイールはもう削れ切ってしまってるんで、スポークばらして1本1円で売るとかそんなんじゃないですかね。一応ハブもあるけど、ハブもなんか汚れ切っちゃってるしな。それハブの構造がこれマイナスと全然違うんですけど、このホイールどうなってるんだろう。なんかハブの端っこの方がスポークを支えるための支えるためのアルミ削り出しになってて、はいかな。そうですよね。ちょっととかすぐのニュアンスも人によって違う。とりあえずもう三坂峠まで行ってしまうか。サイクリーに売っちゃう。サイクリー、パーツ売買してるとこですよね。いや、売るほどの状態ではないと思うんで、普通に捨てる予定ですけど、あれはなんで捨てりゃいいんだろう。自転車捨てるための料金払わなきゃダメなのかな、粗大ごみ。ホイールのリムとスポークとハブのセットを捨てるには、
ますし、結構汗ばむというかだいぶ汗かきました、登るときには。今もほとんど平坦なんで乾いてますけど、そう、三坂峠にこっちから下る形です。で、三坂トンネル越えてですかね。じゃあ少し先に登山道の交差点が、あ、じゃあピークの写真撮っとかないと。全然ピークらしくないけど、ちょっとだけ切り通しになってますね、わずかに、気持ちだけ。じゃああと下りかな。でも下りは下りも眠気危険。おお。配信が終了しました。配信終了したから、もうここから先はじゃあ今度は配信終了。じゃあちょっとツイッターで一言書いてから、配信が終了しましたが、このまま三坂峠まで下ります、配信再開は昼飯かその後でと。で、 GoPro はこのままで、 PC も録音しなきゃいけないのはこのままか。あ、そうだ、ここからは GoPro の方にイヤホンつないだ方がいいな。これでよし。で、 PC は録音終了して、電源モードして、よし。というのをいちいち口にしながらやってしまうのは GoPro の方に聞かせるためなんですよね。普段ここまで独り言喋ってないです。多少は喋ってますけど、ああ気持ちいいな。
標高のこの下りで寒くないっていうのは、半袖一丁で寒くないっていうのは、本当に今日は暑いですね。暑いというか暖かいか。防寒装備持ってくるまでもなかったな。そうなかったかな。じゃあどうしようか。うわ、危ねえ。うわ、いいです。あれ、登山道のコースはどこだっけ。もう過ぎたか。うわ、下りも勾配緩いな。ほとんどスピードが出ないです。倒木だ。よーっと。おお。なんか落石やら倒木やらすごいですね。で、ここから登山道と
クロスしてるところは結構下でしたね。そうですね、こんな下ってきたところだったっけ。よいしょ、あ、林道名あったのか。西川新倉線。なんでこの2つのキーワードが、ま、合わさった林道って多いんですかね。ああ、そうですね。栃屋坂沢林道とか。支店と到着、ああそうか、なるほど。多分確かに簡単に答えを出す。大峠それ当たってるんですか。奈良なんとなく行ってみたんだけど、奈良湖なんとか林道っていうのもあったな、あの大峠のとこに。これもうあれって昼飯のところで行っちゃった方が、そうですね、昼飯するとしても飯食った後の方がいいと思うんで。やっぱり来てますね登山は。前来た時はもっと車が溢れてたような。ここから先は車が来るかもしれないんで気をつけないと。さらに登山すぐそこが登山口で、そこまでみんな止めてました。あ、車止めてた、ありがとう。もうすぐですか。すぐです。 ありがとうね、ごめんね。気をつけて。あれ、もう合流か。こっからしばらくまた登りですね。どんぐらい登り返すんだったかな。じゃあ、もう40分か。ほとんど12時になってしまったな。
お、早っ。あ、最後まで、もうすぐですからね。あの先か。疲れてね。三坂峠です。三坂茶屋がある、あれ天下茶屋だっけ。もう短パンレーパーですね。短レーパン、天下じゃないか。こんにちは。あ、ちょっと雲がある。え、そうですね。去年も確かこんな感じでしたっけ。いや、もうちょいクリアだった。だったかな。いや、ゴープロまだついてるかな。ついてるついてる。残業十分。あまりにも飛んでるパーカーすごい大きいです。
大丈夫です。じゃあ、iPhone 繋がんなかったから、音が落としたから。ああ、そう、どっかに忘れてきたんじゃないかと思いますよね。私はちょくちょく通勤でポタハ家に忘れてあ、それ嫌ですね。家帰るまで確認できないですよね。たまに iPhone だけ持って会社に行ったりしますデータ通信ができない iPhone 持ってここはもう盗まれることはないと思うんですけどね。